はい、どうも皆様こんにちは、サソリコモリです。前回に引き続きポケットモンスターの続きからやっていきます。まあ、いろんなところを調べていきましょう。ピッカをエキノコ君にチェンジ。ここは立ち入り禁止だ。帰りなさい。ポケモンで解決しようとすんな。ポケモンで解決しようとするからこっちもポケモンで解決せざるを得なくなる。怪しい光。よし。キノコ。こいつが金銀パンやったらな、めちゃくちゃ通るのに。早ない？怪しい光。よし、さらにやけど。そして火の粉。うわぁ、金属。まひった。しかし電光石火、これは厄介やな。チェンジ。次はポケセンに行くので構いません。電気タイプでもあれども王様で、ゴー王様。挟め。いいぞ。挟め。よーし。おっと、レアコイルはちょっと怖いな。ヒカドリルみたい。王様もちょっと手持ちから変えるか。見つけろ。どんどん踏みつけろ。そうだ、どんどん踏みつけるんだ。よし、あとは角でつけ。クソ、あいつ気づきやがった。固定ダメージなら普通にダメージ与えられるぞ。だがもう遅い。レベルアップ。なかなかやるやろ。俺でもそう思う。レイルルペンパンペンペパパンポンポンパンパパンペ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 ペンパンポンペン。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。面白かったですかね。もし面白かったならばチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の機会でお会いしましょう。それでは。